な昔、マナの力によって進化した文明が地上に栄えていた。やがて人々はマナの力を戦争に利用するようになり、マナの要塞と呼ばれる巨大な船を生んだ。しかしあまりに強大なその力は神々の怒りに触れ、神獣が地上へと使われ、待ってくれよ。ダンディのグズ、ぼやぼやしてたら見つかって村長にまた怒られるぞ。そう、これの方だな。でもこれじランディよ、さあ剣を抜くのだ。誰？なんだこの剣は。眩しい。お化け。ランディよ、剣を頼んだぞ。なんだなんだ。剣が。
や、ランディじゃないか。さっき滝の方の空にすごい光が見えたよ。なんだかあたしゃ悪い予感がするね。まあランディ、そんな手振り回してると危ないわよ。村長さんに言いつけますよ。あのお客さん、どこかの国よ。う、ランディじゃないか。いらっしゃいませ。他にご用は？まだお越しくだ。一泊ゴルクですが。